よし。リソ、リソ、どうしたんだよ、そんなずぶ濡れで。あ、とりあえず中入れよ。ほら、どうしたんだよ、リサ。リサ、それは大丈夫、大丈夫だよ。何でもする男、悪魔のような男、分かってた。違う、リサ、それは違うんだ、リサ。でも、そこまでするなんて、そこまでするなんて。君のせいじゃない、リサ、君は関係ないんだ。私がいたから、私の情報があったから、だからあの男はエンタープライズを。奴がそんな甘い男か。君以外のソースだっていくらだって持ってる。君が自分を責めることはない。だけど手を貸した、あの男の陰謀に突き従って、手先になって、あなたを罠にかけた。それはもういい。俺は、いや、俺たちは帰ってきた。かからなかった罠は罠じゃない。総一、リサ、君は悪くないよ。でも私はリサ、大丈夫だよ。あなたはなぜ、どうしてそんな嘘をつくの。言っただろう、嘘。嘘じゃないよ。嘘。
嘘じゃない。君のことが好きだから。嘘全部嘘。確かめたいなら目を閉じて。嘘ね、マーシャ。飲む？アルコールの方が良かった？熱燗とか。あのさ、まだエディが準備整えてくれてるからゆっくりしてていいぜ。ってもうゆっくりしてるか。お腹とか減ってない？何か食べる？あ、じゃあその格好で寒くない？何かもう一枚。スパセーバー大丈夫。落ち着いた？ええ。あなたのおかげ。ごめんなさい、迷惑をかけて。何言ってんだ、俺は何もしてないよ。あなたがいてくれたから私はここにいる。出会っていなかったら、もしあなたがいなかったら私はここにはいない。リサ、おいしい。コーヒーがこんなにおいしいなんて思ったことなかった。コーヒー糖じゃなかったっけ？おいしいから飲んでたんじゃなかった。飲みたいから飲んでたんじゃなかった。ただ飲んでいただけ。
どこまで調べたの？おしめのサイズまで。しょうがない人。私は両親を高村に殺されたわ。だね。それはエージェントの訓練を始めてから？いいえ、知ったから始めた。割とえげつないね。当時の国防諜報関係者は焦ってたの。冷戦は終わる、仕事はない、対テロ、民族紛争、大規模犯罪用の新しい戦闘組織が欲しい。それが ID13 の前身か。抜きんでた運動能力と知能を持つ少女は燃えるような復讐心を植え付けられ。まだ子供だったわ。全部素直に信じて、信じられないぐらい頑張った。でなきゃ世界最強の組織のエースは張れないね。気がつけば、そんなのなりたくてなったわけじゃないわ。あなたじゃあるまいし。ちなんだよ、俺だって別に好きでむちゃくちゃやってるわけじゃないぜ。嘘ばっかり。目標はただ一つ、高村を。パパとママを殺したあの男を殺す。それだけが生きるエネルギー。そんな怖いもの見る目で見ないで。君は怖いものなんだって。じゃあ今回の件は渡りに船だな。アメリカと高村財閥のダブルスパイ、きっかけは？高村から指定があったの。 ID13 という最強の組織があるそうじゃないか。エースを貸せと。貸せと言って貸すものなのかい？虎の子のエージェントだろ。もちろん多額の経済的見返りがあったわ。裏金、兵器のディスカウント、エネルギー利権。君一人に？ええ。そして首脳部はコウモリ作戦を決行か。アメリカにとっても謎に包まれている高村財閥、特にトップである高村総帥の動向の情報が流れてくるのはありがたいと欲を出したのね。私にはどうでもいい情報を持たせたわ。それは辛いな。両方からクズ情報、踊れ踊れとせっつかれて。ええ、もうコウモリはまっぴら。キツネの方がいい？100倍。そして君は奴の隙を狙った。寝首をかける瞬間を。しかしリサ、君なら資金に近寄るチャンスはいくらでもあるだろう。その我が身捨てるつもりなら。ええ。ラストリゾートって知ってる？ああ、あの噂の新技術。まさかあれが高村の手で。まだ試作段階で様々な制限があるようだけど、動くだけなら動いているわ。着任初日に実験の模様を見せつけられた。
手品じゃないのか。私を誰だと思ってるの？ソーリー、無駄ですよって念を押したわけだ。ええ、一日先週ラストリゾートの弱点の把握とその隙を狙い続けたけど、今までは。なるほど。リサ、そこまではよくわかるんだ。わからないのはあなたでしょ。高村はあなたに非常な興味を持ってるわ。興味？あなたの行動記録を見ては喜び、ついには生け捕りにしたいとダダをこね出して。それがあのエネルギービルの空騒ぎか。あの妙な捕り物風景も高村の趣味ってわけだ。ええ、結果よりもそういう趣向を楽しんでいたみたい。俺はピエロじゃないっての。どうしてだろう。確かに俺は奴に関わるタンカー事件を嗅ぎ回ってるけど。そこまでは私にも。死んだ息子に似てるとか。彼にそういう記録はないわ。不明な点があまりにも多すぎるけど。だよな。ただ一つ、彼はオカルティックな黒ミサを主催しているわ。黒ミサ？一度それに列席したけど、気持ちのいいものではなかったわ。大の大人、それも地位も名誉もある各界の名士がまるで小さな子供のように彼の前で祝福を受ける姿は。うえ、黒いカリスマか。あれだけの大財閥を一代で築き上げたんだ。そりゃそのぐらいの力は持ってるだろうけど。圧倒的な科学力、技術力をそうした非科学的なスパイスで味付けする。人はコロッと騙されるわ。古来世界中の詐欺師が実践してきた方法よ。街角から独裁者まで。そして駆け上がる権力の階段。タンカーを一瞬で沈める兵器を手に、アメリカに真正面から喧嘩を打って勝つ。そして世界の王となる。ふざけるな。やるかい、リサ。愚問ね。熱くなりすぎるなよ。破滅に追い込めばそれでいいんだ。我が手でとかつまんない意地張んなよ。そう、一子さん、相手はあなたの想像を絶する圧倒的な敵よ。自分を見失わないで。俺を誰だと思ってるんだ。サリー。あなたといるとダメね。何が？あなたが映る。ひでえ言い方。褒めてるの。でもよかったよ、リサらしく戻ってくれて。途中までどうしていいか全然分かんなかったよ。どうして？どうしてって、そりゃその、
なんかそのいつもと違ってそのか可愛いとか思ったからドキドキして。いつもは可愛くないの？そうじゃないけど。さっきのは嘘？嘘じゃないよ。好きだよマーシャ。その名は捨てたわ。私はリサ、リサ・ヴィクセン。あなたに出会ったこの名前が好き。俺も好きだよリサ。そんなのでいいのか？おいでリサ。一緒に寝て。うん、寝てあげる。ずっと一緒に寝てあげるよ。スパシーバ、ソイチ。スパシーバ、ありがとうだね。Thank you.
なんだ、すっかり虜じゃないか。これ、しまった。ちくしょう。なんて、弱い。なら強くなる。
総一。